クと呼ぶんだそうですね。マイケルというのは言わないそうですけども、それにしても大騒ぎになってしまいました。あの中にはですね、外国の女の子もいましてね、どこから来たレコード店ですか。はい、場所はどこなんですか。いや場所言っちゃいけない、言っちゃいけない、どこで、どこで知りたい。誰からマイケルですかとお聞きしましたら、ロンドンからマイケルを追いかけてきたということで、まあ、これはすごいことだなと思いましたら、日本のお嬢さんも負けてないですよ。今回のワールドツアーで、そのプラハの初日からですね、ソウル行ったりマニラ行ったりって全部ついて歩いてる方もいるということで、マイケル・ジャクソンさんが来日するときにめがけてこう貯金をして、でマイケルの来る年はとにかく追いかけ回るという、そういうことだそうですけれどもね。マイケルのために生きてる。そうですね。で、まあ、いろんな噂もありますけれども、はい、昨日ちょこっとこう垣間見た限りではですね、うん、とても優しそうな。お部屋からミッキーマウスの小さな人形をどんどん落としてきまして、でそれを今ファンの女の子たちが駆け寄って拾い上げています。でもうホテルの前はもう大騒ぎとなってしまいました。これは拾ったよ。あー真っ黒になっちゃったけども、でもマイケルが投げてくれたドナルドダックね、涙流してます。どうします、それはもう大事に取って毎日抱いて下がりなさい。マイケル・ジャクソンの、ジャケットを着てます。これお母さんの手作りですか。まあそう、親子してマイケル・ジャクソンのファン、はい、そうですか。お母さんは逃げちゃいますが、マイケル・ジャクソンってどういう人なんですか。あのミッキーマウスなんか持ってて可愛らしいところがありますけども、どういう、そのまま、そのまま、あなたもきっとキャー言ったキャー、マイケル、マイケル。エルビス・プレスリーの娘と離婚し、直後に今度は看護婦のデビー・ローさんとスピード再婚と、プライベートも大忙しのマイケル・ジャクソン、日本テレビでは独占インタビューに成功。プライベートについても聞くことができました。誠実なファンの人たちから感じられる愛かな。僕は日本の皆さんが大好きなんだよ。ずっとよくしてもらってるし、誠実さと愛をすごく感じるんだよ。大好きなんだ。辛いことがあっても彼らがいるだけで乗り切ってこれたんだ。彼らは我々の希望だし、そして僕を最もインスパイアする。で大フィーバーを巻き起こしているマイケル・ジャクソン、今静かな東京にも熱いマイケル旋風を引き起こしています。マイケル・ジャクソン来日フィーバーから一夜が明けた今日、宿泊先のホテルではすでに追っかけファンたちも集まってきています。今日はこの後都内のレコード店でのイベントに参加することになっているんですが、昨日ご機嫌の良かったマイケル、今日はどんな表情を見せてくれるんでしょうか。マイケルが出てきました。ホテルから出てきました。ファンの女の子たちも呼びかけているんですが、まっすぐ今日は車に乗り込んでしまいましたね。この一周のために彼女たちは何時間待ったことでしょうか。もう車の中の表情見えませんが、
あ、でもファンはですね、マイケルの車の後についてタクシーに乗り込んで追いかけ始めました。やってきました、クレイグマークの黒い帽子をかぶっていますが、今日はサングラスはしていません。マイケル・ジャクソン登場です。少年愛疑惑、そして離婚騒動と何かと騒動の火種が絶えないマイケルですが、日本のファンから熱烈な歓迎を受けています。皆さん盛大な拍手をもう一度。声を返した途端にファンの悲鳴に似た歓声です。この日会場に集まった熱狂的なマイケルファン50人は、こんな近くでマイケルが見られただけではなく、マイケルの肉声を聞くというチャンスにも恵まれました。これはとても珍しいことなんです。そして来店の記念にマイケルは手形を残します。You guys sound beautiful singing. Hi. I just want to say thank you again for having me andI'm very happy to be back in Japan, and I love you more. I love you more. Michael Jackson, にもう一度拍手を。明日から東京ドーム、でお会いしましょう。してたんですけど、こんな近くで見たのは初めて。サングラスもかけてなくて、マスクもなくて、すごい笑顔だったから、すごい嬉しい。すごい、その見つけてくれた、あっちからこっちから何も言ってなくて、あっちから見つけてくれて、見つけてくれた時すごいびっくりでした。顔がすごい可愛かった。目が大きくなって、目が急に大きくなりましたよね。さて、イベントの後、当のマイケルはというと、なんとこのレコード店で買い物を楽しんでいたというのです。50万円ぐらい、だいたい60点ぐらいお買い上げいただきました。ディズニーものや、X ファイル、ブルース・リーのものなんか、木枯らし紋次郎や、白馬統一、座統一などをお買い上げいただきました。おお、マーケルって意外な趣味してるんですね。来日以来ファンの歓迎に笑顔の絶えないマイケル。でも気になることが一つ。この11月15日オーストラリアのシドニーで電撃挙式したマイケル・ジャクソン。その後ですね、マイケルはフィリピン、そして日本へとツアーを続けています。しかしですね、ミオモナ・デビー・ロアさんは単身このロスアンゼルスに戻ってきてしまいました。アメリカに一人で帰ったデビーさんの足跡をたどるべく、梨本勝がロサンゼルスを走った。何がね、今一つかな。それから、3階って言いますか、ここにも空席があったということですね。それから、まあこれ都内のホテルなんですけども、ホテルずっとファンが待ってるわけですよ。でもね、やっぱりこれもホテル関係者の話で、前回よりはやっぱり今一つだって。ああ、そうですか。この辺のね、盛り上がりが、欠ける部分って言いますかね、これがどうなのかなという感じがあります。さて、一方、まあ、ロスの方なんですけども、このデビーさんなんですが、最初アパートにいないって言ったんですけどね、実際にはどうもね、